えー、それでは講義、えー、始めます、えー。年金キーパーコ、えースの国民年金法の第1回目になります。えー、担当はエ、えー、レック専任講師、シャロー氏の大野です。よろしくお願いいたします。えー、それではあの今日からね開講でね、えー、体験受講の方もねい,いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、えー、中上級講座の方のそのインプットの部分あのこちらで。 僕の方が生講義ねずっと担当していきますのでで講座の,その設定として、えー、最初の方大体いい年金やるんですよ。でこうインプットの年金の部分がだいぶこう後になっちゃうから忘れちゃったりするんでねある程度こう今の段階で復習こう重要なところ集中的にね復習しといてもらって。 でまあ、終わるとまたねあの労働基準法から中上級講座の本コースでスタートしていく形ですのでねあのすごく基本的ななとところろしっっかかりしゃべろうかなとは思ってますで、まあ、皆さんのこう年金の得意不得意とい,いろいろあると思うんでねあ,のあまりに基本的なとこをしゃべると分かってるわいみたいなとこはあるかもしれませんけど。 まあそ,のそれでもやっぱり忘れちゃったりするんでえまああの今年試験受けられてねちょっといろんな思いがあってえ座ってらっしゃると思うんですけどその意外にこう普通の問題なのに外しちゃったりだとかあそういうこと絶対あるんでまああのやっぱり反復練習するしかないと思うんでね。ああ 講義していきますこれはあの本編の中上級講座でもその中上級ってついてるんで結構その難しいことばっかりねこうやるように思われてちょっと引いてしまう方とか講座のねこう名前から「私のレベルではどうなんでしょうか?」とかすごくねあの謙遜しないでくださいみたいな感じなんだけど結構気にされる方いらっしゃるんだけどね。 まあ,あのやるべきことはそんなに変わるわけじゃないんで合格するためにねまあ,あの一通り勉強を今までしてこられたアドバンテージっていうのは当然あると思うんでこう分からないなりにでもこうやってるアドバンテージって絶対あると思うんでえまあこういうふうに考えたけどやっぱり分からないとかねそういう感覚があると。 こう普通に聞いといてもらえるといろんなことは解決していくと思うんでねでまあ重要なところ基本的なところをしっかりしゃべってで、えー、どうしてもハマりやすいポイントとかもあるんでそれはまあ再受験者の方ならではの話でね、えー、ある程度やったんだけどここでポコッとハマっちゃうとかねでそういうところはちょっとあの気にして、えー、まあかゆいところに手が届くような感じで講義 していきたいなとそんな感じではね思ってるんですね。まあまたまあ体験事項の人とかちょっとまたねご検討いただいてえまた今日はあの生講義午前中だけで終わりですのでちょっといろいろまたご質問とか相談とかあれば気軽にお声もねあのかけていただければとそんな感じでね思っております。まあ僕自身あのすごくあの年金がす好きなタイプなんで。 年金のところはすごくやっぱり力が、まあ、本当に入るんですけどね。まあ、苦手な人は、まあ、これをきっかけに、得意科目に変えていってほしいなというふうにも思ってるんでね。まあ、基本的なところ、どんどん、あの、喋っていきたいと、そんな感じで思ってます。早速、あの、入っていきますけど、あの。絶対に最初に喋る話がありまして。これは、あの、全くゼロベースの。 方に抗議しても皆さんのように経験者の方に抗議してももう絶対2階建ての話からなんですよ。でもう2階建てはいいとか言われそうなんだけど2階建てしゃべらないと年金が始まらないんですよ、ねまあ僕のちょっとこだわりなんですけどであの恐らく社労士の資格を取って。 で活動されると年金のこといっぱい聞かれたりしますしいろいろその喋らなければいけない機会も増えるわけですよ。年金のことちょっとっとと喋てくれとかね、えー、まあ本当にね短い時間でパッと喋れって結構大変なんですけどね昔どうしようか思ったことがあって短い時間で喋ろうるって,っても限界あるやろって話は結構あるんですけどね。えー、なんかどこかの だいぶ昔の話なんですけど労働組合組合の関係のいろんな資産運用関係のえ FP の知り合いがいてで基本まあ資産運用関係ベースなんですけどその年金のこととかもう多少ねこう喋ってほしいから、まあ、それでちょっと声かかったことがあってでその在職老齢年金とあの雇用保険のね 高年齢雇用継続給の調整とか、まあ、あの辺のことを、えー、簡単に分かりやすくしゃべってくれって言われて <laughs> 引いちゃったんですけどあのー、そうですね、えーまあ、10分程度で、えーまあ、何となく分かるようにその辺しゃべってもらえますかとか言われてどうしようかなとかね <laughs> 思いましたけど 10, 10分とか言って30分ぐらい欲しいよなとか。 あのだからそういう仕事もあるんですよね。でもうとにかく死の物いらないから分かりやすくしゃべらなきゃいけないみたいなねでもそういうことってやっぱり仕事上時々発生するしそういうことがやっぱできるように最終的にならなきゃいけないですからだからそういう意味では2階建てのむちゃくちゃ基本的な話もあの皆さんが先々これ求められることなんで。 でそこはもうどうですかねもうご飯食べるようにというかもっと言うともうう呼吸するよににに自然に頭になないいいと進んでいか,ないんですよだか基本的にはどこはもは本当そういうことなんでもう国民年金の1号2号3号とかあの辺のね話とかも表があったりするじゃないですかその国籍要件だの国内居住だの年齢要件だの。テキスト見たら分かりますよそれは。 ぶっちゃけそのもうあの見なくたってあの頭の中に全部あの自然に出てくるというかねそういう感じに全部ならないといけないそうしないとあの処理スピードが上がらないですから時間との戦いなんでねだから基本的なところでもそのやっぱりレベルがやっぱあるんで見りゃ分かりますけどそれは当たり前ですからテキストを書いてるの見たら分かりますよそれはね皆さんなら。 なくたって、大体の流れはまあ、パッと説明させてもらいます。みたいな。感じを目指してほしい。全体的にそういうのは大事だと思います。労働基準法にしても、主要な科目、全般的にね。まあ、目指すところはそういうところで、基本的なところをがっちり完璧にしていただいて。手に取るように、全部頭の中でストーリーが出来上がっているような形。まあ、そうなって一人前っていうか。 本物じゃなないかなと僕は思ってるんでねまあそうなるように講義したいいなとううふうにも、ね、思っておりますまだ,だから2階建ては絶対しゃべるっていう話なんですけどで2階建て年金は当然分かってはると思うんだけどもターニングポイントになる年号が2つありまして要は昭和36年と昭和61年でどう変わったかっていう流れがご自身なりの言葉で説明がつけば OK です。 もちろんあのシャロシ試験でその簡潔に説明してくれとか喋ってくれとかそういうことはないんですけどまあでもあのここがなんかもたついてると結局いろんなとこはもたつくと思うんでね、えー、出だしですごく大事な話だと思ってます。であのテキストのですねあの見ていただくのが4ページが年表になっててまあ要はこの年表っすよね。 まあこんなに全部はいらないんですけどの36年と61年でまあ社一の問題も多少気にしないといけませんから一応34年もそれなりには注意ですよそれ,それなりにはね。で昭和34年のところで国民年金の名前が初めて出てきて34年といえば。 これですよね無居出福祉年金保険料払わなくたってもらえるよって話例えば、えー、障害者の方なんかを対象にしてて、えー、福祉タイプの年金ですごくありがたい話ですでとりあえずあのスタートなんですよ。とりあえず障害者の方なんかをまあ想定して 福祉年金のタイプで無拠出のタイプで、えー、払わなくたってもらえるってやつをとりあえずこう試み的にスタートさせといて本格的には国民年金は36年からで36年の4月からの国民年金というのは無拠出に対して居出制という言い方になる保険料支払って将来受け取るで36年4月から本格的に国民年金が始まったことによって何と言われたかっていうと国民 年金国民皆年金って言い方をするとで何が皆年金なんかっていうと、まあ、簡単に言うとあの36年4月で実質的に国民年金が始まる前から厚生年金や教材年金金やは元からあったんですよ会社員向け公務員向けの年金制度は元からあった。で自営業者向けの制度だけがなかったもんですからそれがあのやっとこさ できたもんで,で全部揃ったとでお仕事をしていればどれかに行き当たるわけですので年金といいう言い方なんですねでここをちょっと表してる図がありますのでテキストのですね次のページですねテキストの5ページちょっと見ていただきたいんですよ5ページ見ていただきますとまあこういう図が入っておりまして。 この図もねだいぶこう細かく書いてるんでこれをもうちょっと簡単に考えてもらっていいかなと思うんです。で昭和36年からの制度というのはこの旧制度って書いてるのが36年4月からの制度なんですよ。でこの図ほどは複雑に考えなくていいんでもう簡略に考えてもらっていいんですけども、まあ、自営業国民年金 でこの厚生年金って書いてるのは一般費用者って書いてますけど、まあ、要は会社員想定したらいいサラリーマンねでサラリーマンの方は厚生,厚生年金で公務員の方は共済年金で、まあ、仕事してりゃ、まあ、ど,どれかかなっていう感じなんで,でこれでかい年金いいい方をしてるわけですでこれは旧制度の話で61年4月から2階建ての制度に変わりますよね。 ど,どう変わったかそこの変化具合がすごく大事でと戻りまして、えー、テキストの、えー、4ページの年表をもう一回戻ってもらってこちらでですね、えー、61年4月から大改正でここからまあ新法になるわけですよ。で基礎年金制度の導入とかあと書いては売りませんけど要は2階建て年金の形になると。だ 変わったかこう旧法と新法とどう変わったか説明してくださいみたいな話なんでえそれを続きの5ページの図でねえ新制度っていうのが61年4月からの制度になりますのでこう上下比較してもらうといいんですけども新制度に変わりまして国民年金の範囲が格段に広がったわけですよね。 だから以前だと旧制度だとまあ自営業っていうのがまあこう全面に出てきてで会社員公務員っていうのはそれぞれ厚生年金共済年金でもうばバ,バラバラなんですよねでそれが61年4月からはもうズドーンと国民年金土台にねこう入ってましてでまあ皆さんもう 今までねもう本当何度も勉強この辺ね繰り返しやってる勉強だと思うんだけども1号2号3号もうね分かってるわいみたいな話だと思いますけどね、えー、自営業無職1号っすわねで会社員とか公務員、まあ、厚生年金の方たち第2号っすわねで第3号っていうのは2号の被養配偶者専業主婦の方で結局その限定的にしか 加入してなかった国民年金の制度がですね。どなたもが国民年金が入る一二三五で入る体制に。六十一年四月から変わった。でその上で、お勤めされてると、二階部分が乗っかってくる。ただこの共済年金は当然ながらね、一元化。されてますから、その下、二十七年十月から、えー。公務員とか私学の教職員が。共済年金それまで入られてたのが、厚生年金。 の制度に一本化されましだ、ね、から非常にすっきりした形に現行の制度はなってるというねことです。で年表をもう一回戻っていただきますと27年10月が「被用者年金一元化で」で、ま、厚、あ、生年金の問題でむちゃむちゃ出るテーマですけどね一元化されて非常にすっきりした形になったと。大まかな流れ言うとこういう,こう形で36年と61年のまあ,あの違い的なことを言うと。 どなたもが国民年金入る形になって共通の基礎年金をもらって勤めてはると2階部分の老齢厚生年金が発生してくるとこういうスタイルにまあ変わったと一応まあそういうところですかね。で流れをつかんどいいいてもららったらいいとであとはあの理解ができてくると今僕が話した内容なんていうのはもう全然普通にスーッとね はは、えー、はい、はいはい、はい、分かりましたみたいな感じだと思うんですでただなかなかねあのいろいろこういう仕事をしてて理解してもらいにくい話が一つありましてそこは絶対あのポイントとしてしゃべるんですけども1号2号3号でどなたもが国民年金入る形になったとは言うけども一番その肝になる部分っていうのは第2号の話で,で国民年金の第2号保険者 の話は皆さんは当然当たり前のことなんですけど世間一般的にはなかなか分かってもらえない話でねまあそれは当たり前でその勤めてはる方に年金何入ってるってまあ皆さんに対してだって同じ質問したって常識的な答えとしては年金何入ってるって聞いたらあ厚生年金ってもう反射的に答えると思うんですね勤めてる人は。まさかそこで いや私はね、えー、厚生年金と国民年金と2つ入ってるんですとか答えられた時にはね結構難しい人やなとかなんか思われる可能性があるっていうかねいや素直に答えたら厚生年金やろって思うわけですけどねまあその勉強してても,もう厚生年金って答えちゃうと思うんです。でそれは全然勉強してない人間からしたらあの厚生年金100%厚生年金っていう答えだと思います。 でその方に、まあ、意地悪じゃないんですけど「いやあなたはねあの厚生年金入ってますよ確かに」ででももねえあなたは国国民民年年金金入ってるんです国民年金と厚生年金両方入ってるんですとか言うと皆さんだったら「はいはいはいあの2号ですあの」でも常識的に答えたら「厚生年金で答えるやん」みたいなあ感じになると思うんだけどもその世間一般の人はきょとんとされるわけですよ。 あのいや国民年金もあなた入ってるよとか言うといや国民年金言うたら、えー、会社辞めたら国民年金でしょと国民年金き切り替えいくやんみたいなあれは種別の変更なんだけどね具体的に言うと2号から1号への種別の変更で市役所とか行くわけなんだけどね世間一般の人はその国民年金厚生年金あのもうバラバラなんで頭の中で。 勤めてる時は厚生年金で会社辞めたら国民年金でしょな,なんでなんでやねんみたいになっちゃうわけですでその時にどう説明しますかとあの分かりやすく説明する時にどう説明しますか。でまあ簡単にあの説明して分かっていただく話としてはあのお金のの流流れれ保険料の流れですかね厚生年金の保険料はむっちゃ高いでしょ給料から 引かれててごっつい高いでしょあれねほんま倍ですよと皆さんの給料から引かれてるのは半分だけで会社も同じだけ負担してくれてて全体額は会社の口座から落ちてます厚生年金の保険料だからごっつい高いんですなんでかわかりますか、えー、国民年金も入ってるんですとだからあなたは国民年金の二号でもあると年を取ったら一回二回でもらえる 一般向けの説明はそうです。で、受験受験生的には。もっと、あの、きっちり理解しないといけないですけど、受験生的には。今の話をし、し、一言、ある言葉で。説明を終わらせてほしいというのがありまして、今の話。あの、もう、あの、文文章じゃなくてもいいです。一言、き、キーワード、えー、が浮かんできたら、オッケーです。浮かんでなかったら、ちょっとやらなきゃいけませんけど。一言で言うならば。 基礎年金拠出金っていう言葉一言であわ分かりましただったら OK ですけどねあの基礎年金拠出金で収まる仕組みです厚生年金の保険料で、えー、こうとりあえず払うんだけども勤めてる人はで会社の口座からも厚生年金の保険料がいっぱい落ちていくわけですけど厚生年金の保険料で大量に集まってきてその中から必要な国民年金にかかるお金を計算して 国民年金の制ます。でこれはですねあのテキストのこれあの体験事項の方はあのページが最初の方のページしか入ってなくてちょっと申し訳ない感じなんだけども「基礎年金拠出金」なんていうのはだいぶ後ろの方でしょあの体験事項の人は画面の方に移しますのでそれで感じていただければ、えー、それでいいかなとはね思うんですけど。 えっとね169ページ体験の方はちょっと画面上見といてもろたらいいと思いますここに関してはこういうまあ図が出てて非常にこれは大事ですよね1号2号3号って,ってこの2号の話なんですけどで勤めてはる方会社員の方とかを例で考えといてもらったらいいかなと保険料って書いてるけどこれは厚生年金の保険料ですよね どう考えても国民年金という感じじゃなくてで厚生年金の保険料を天引きされてで会社が納付義務を負っていて厚生年金の保険料として集まってきたお金の中から必要な金額を計算してこの言葉ですね基礎年金拠出金という形で国民年金制度にお金が収まっていくような仕組みになっていると。いうのは 168ページこれ非常にポイントであの2号被保険者の数数えて計算してるっていうのは想像できると思うんだけど3号の数も数えてるわけですよだ2号分3号分数えては払ってるからだから3号の方は全く払わずして納付済みになっていくっていう理屈なんですねだから3号の方はだから2号被保険者全体で支えられて えで、三号してリアのふずになっていくっていう考え方です。ここに入ってるからね。一応そういうところなんですよ。で、この流れで捉えていただいて。で、国民年金の結局保険料っていう概念は。一号だけやもんね。で、一号と、まあ。もうちょっと言うなら、二加入の方も同じくですけど、強制被保険者の中で。国民年金の保険料を現実に払いに行くのは第一号だけで。二号、三号は。 直接的に払いに行く感じには全然なってなくて、基礎年金拠出金の形で収まる仕組みになっていると。ただ世間一般の方に基礎年金拠出金とか言うとね、あのハってなっちゃいますからね。だからもう単純にあのあ厚生年金の受けの高いでしょあんなかね、えー、国民年金入っとるんですぐらいの説明で、えー、知らず知らずのうちに払ってるんですよと。だからあなたは国民年金も入ってるから年取ったら一、えー、回二回国民年金と厚生年金と両方からもらえますよね。 っていうぐらいの流れですかね。で、だいたいそそれぐらいの感じなんですよ。で、だいたいその辺まであのこれはなんかパッとわからない教えてくれとか言われたらあのなんか適当に余惑がある紙でもあったらあのしゃかしゃかってお金の流れ書いて後年金の高いで,しょでこれね後年金のお金が集まった中から白らい間に国民年金納められていってるんですよと。で、あなたは国民年金も入ってるんです。 2つ入ってるでしょ、えー、と65からね、えー、2つもらえる国民年金から老齢基礎年金厚生年金から老齢厚生年金ですわみたいな話でねちなみにあのずっと自営業で国民年金の1号のだとしてねちゃんと払ってたらやっぱり国民年金からもらえますね。で専業主婦でずっと3号で職歴も全然ないとか言われてもあのいずるに。 2号表現者全体に支えてもらってて納付済みになっていくからずっと主婦で3号であもらえますよと、えー、基礎年金もらえますよと土台の部分はみんな一緒ですよと老齢基礎年金って言うんですわみたいな話でまあそれは大体ちょっと書いたりはするんだけどねあの、えー、2階建ての絵書いてでみんな老齢基礎年金は一緒なんですよ共通なんですで何本ぐらいもらえるか分かりますかとかまあセミナーとかだったらね どのらいもらえると思いますとか言って、えーえー「いくらです?」とか言って場合、まあ、によっちゃ当てるみたいな感じなんですけどねあんまりすらすら答えられたらなんか面目丸つぶれみたいな感じがちょっとあってあの多少間違ってほしいとか思いながらねあの聞いたりするんですけどねあのつ冷たくむちゃくちゃ正確に答えられるケースはたまにあるんで「あのあ」みたいな感じになるんだけどね大体80万ぐらいじゃないですか、まあ、満額で。 で80万ぐらいで生活厳しいよねとか言っていろいろしゃべったりするんだけどねでまああの老齢基礎年金の満額の価格ぐらいイメージしてで40年全部払ったらやっとこれですみたいなこと言うんですよ。勤めてはったら上乗せあるから OK やけど、まあ、僕なんかねあの厚生年金あるいうても,もう本当 もうちょびっとしかないからほとんど国民年金だけみたいな感じだからね、えー、厳しいわけですけどまあ勤めてはったら2階部分もあってトータルするとそれなりにですけどねみたいな感じですね。で40年全部払うてこうですねあの令和2年度78万1,700円ちなみにその改定率かけた後の数字がね。 78万1,700円 ×480 分の480月全部収めたら480分の480フルですねと。480分の450とか400やったら減っちゃいますよね。じゃあ480分の12か月とか OK でしょうかみたいな話ね。であと全部踏み倒しました。 一年だけ払うてるからください、飽きませんと。えー、公的年金は助け合いでやってるから、えー、こう協力しない方には美体一文出さないんですで。最低限何年必要だったんでしょうか。もう大丈夫だと思いますけど、受給資格ね。えー、10年必要で。10年の見方って納めた期間だけでしょうか。免除期間 OK ね。で皆さん大嫌いな合算対象期間ね。 合算対象期間大好きな方はまあいないと思うんですけどね。あのでも多少は頑張らないとね、が合算もね。納付済み免除合算で10年以上とか。合算ってことがまたね。次回やりますけども。こんな感じで、要するに、こう、なんかこんな感じでとりとめもなく、あの。ど,どこまでも、なんか話が続いていけるようになってほしい。 と思うんですだ老齢基礎をしゃべったらじゃあ次老齢構成しゃべりましょうかみたいなねいやもう,もう,もう,もうあの普通に抗議してくれとか何かんだ言われそうな感じなんですけどな年金い定全部つながってるんですよ国民年金も厚生年金もね老齢年金はと特に。何かまあ,あのご関心持って、えー、全体的な流れをしっかりつかんで人に説明する視点でですね、えー、出だしのところは絶対やってほしいとそんな感じで思っておりますと一応そんなところですね。 一応まあ出発点としては大体こんな形で,であとはテキストの方を、ねえー、見て大事なところをどんどん言っていきたいと思いますので、えー、テキストのですね出だし目的条文はやっぱすごく重要なんで、えー、テキストの6ページ開けてください6ページですねこちら、まあ、第一条、意外に盲点でその選択式の問題とかで非常に狙われるわけですよ。で 出されると結構危険なのが憲法日本国憲法25条第2項ねだ一応書いてくれてると思うんですあの憲法の25条2項ねだから意外にこのなところ聞かれると面食らうわけですよ選択式でここ抜かれたりするとね、えー、憲法はやめてくれとかね それはね、許してくれないですよ。書いてるやんって話ですから、それ聞いてもいいやんって話。ですから、ここに基づいているわけですからね。これはもう選択の対応で、ちょっと憲法のことも多少気にしておいてくださいね。あとは、それ,これくらいかな、あのちょっと危険なのは。老齢障害死亡年金が三つあるというところは、まあ、皆さん大丈夫だと思うんですね。あとは。基礎年金ですから。 国民生活のやっぱり維持っていう言葉がすごく突き刺さるんですよ。でねまたこれ厚生年金もこの講義続いていきますから厚生年金見た時に国民年金の条文との違いは言うつもりなんですけども最終的に国民年金の目的条文と厚生年金の目的条文が混ざるんですよ頭の中でで卓越の問題でもこう適当に混ぜてて出してくるることがあるんで。 それははちょっと意識はしておいてくださいねだから国民年金の条文なんだか厚生年金の条文なんだか見分けがつかないっていうのは一番よくないんでそれは。でただまあ時間たつと結構忘れちゃうから目印的に基礎年金なんでこの「維持」という言葉であったり、えー、憲法こう出てくるっていうところであったりね「まあ、国民の共同連帯助け合いでやってます」とかね、まあ、そういうところをちょっとキーワードにして。 押さえてほしいと思います。微妙にこう最後の方だけ文章を差し替えて混ぜてくるんですよね。なんかまあ過去問を解かれたり練習皆さんも結構されてるでしょうから、ああそれあるあるあるって感じだと思うんですけどね。あのー、何回やっても引っかかる要素の話なんで、えー、時間経つと結構忘れちゃってあの試験で出たときにああって思うんですよね。これは出るのは分かってたけど記憶に 残ってないとかねもうねその瞬間全てを悟るみたいな話ですけどね試験場でああもう俺の1年返してくれみたいなねあのもう嫌ですけどねこれねあの目的上でもできるそういうところがあるからふ、まあ、普段からちょっとこう慣れといてほしいねあの定期的に見とけばリスクは下がるんでえそう思います本当に。